はい、どうも皆さんこんにちは。本日もモンスターハンターライズサンブレイク、こちらの動画を撮っていきましょうか。そして本日の動画、ニュース系動画となっております。ですのでラジオ感覚で聞いていただければと思いますね。よろしくお願いします。そして無料タイトルアップデートからなんだかんだでもう約10日となりましたね。いやー早いな、約10日か。そう考えると日が過ぎ去るのはめちゃくちゃ早いなと思いました。いやそれなんだよな、めっちゃ早いよね。アップデートからもう10日ですよ。今世間では無料タイトルアップデート第2弾、こちら果たして何が来るのかっていうところがですね、今非常に話題になっていますが、今日はですね、無料タイトルアップデート第2弾、そこに関する内容をですね、皆さんに共有していきたいと思っております。ただ今回の動画、公式情報をもとに推測された内容となっておりますので、そこのところはご了承ください。ですので個人的な見解として参考程度に受け取っていただければと思います。よろしくお願いします。そしてつい先ほどの話、おそらく動画出るのは翌日になると思いますが、カプコン TV が8月17日こちらの日に3時間スペシャルがカプコンの公式チャンネルで放送されました。その内容っていうのがですね、サンブレイクが主な内容になっているわけですが、なんとこのスペシャルでは辻元プロデューサーが出演されました。そしてその結果どういった内容だったのかっていうところなんですが、事前情報では新情報はありませんとそのような告知が別途されていたんですけど、ただ中身を見てみると、今後のアップデートに関する内容っぽいことをですね若干示唆しておりまして、でこちらですね、辻元さんの腕にエスピナスのトゲがこんな感じで装着されていたわけですが、わざわざこれね、手作りで作ってどうやらつけてるみたいです。で今ですね、このことから無料タイトルアップデート第2弾、以前から某モンスターの亜種が塔の秘境でやってくるんじゃないか、9月末にやってくるんじゃないかっていうことが一般的に言われておりました。これって結構一般論なんで聞いたことある方は多いと思いますが、某モンスターの亜種がやってくるっていう内容ですね。で今回のこちらのカプコン TV、 わざわざエスピナスのこのようなトゲを持ってきたことから、これはやはり無料タイトルアップデート第2弾の足枠エスピナスになる可能性が高いんじゃないかっていうことで、今ネット上ではかなり盛り上がりを見せている状況ですね。このタイミングでわざわざこのようなトゲとかを作ってきて披露するっていうあたりだったりとか、あとは辻元さんのインタビューとかを聞いてるとなんとなく想像はできますよね。そういったことからですね、今こちらのトゲがかなり話題になっておりまして、でこれに連なる某モンスターが無料タイトルアップデート第2弾でやはり登場するんじゃないかっていうことで改めて話題になってるって感じですね。詳しくはですね、引用元記載しておりますので、カプコンさんの YouTube 公式チャンネルからそちらの映像を見ていただければと思います。よろしくお願いいたします。ただどうなんでしょうね、シルエット的にもですねやはりビンゴかなっていうところですが、ただあくまでこれっていうのは冒頭でも言った通り個人的な見解であったりとか予想や推測の域なんで、確実に来るかって言われるとまだわからない状況ですので、そこのところはですねご留意していただければと思います。よろしくお願いします。そんな感じですかね。あと、カプコン TV、 僕もですね、リアルタイムで見ていたんですが、かなりね、豪華でしたね。なんでこんな豪華だったんだろう。いや、別にいいんですけど、相当豪華な内容だったんで、なんか金かけてんなーって感じでしたね。このカプコン TV ってさ、どれぐらい金かけてんだろう。多分相当すごいだろうね。このカプコン TV なんですが、結構昔からやっていて、それこそ今年で4年目とかじゃないかな。多分3、4年目ぐらいだと思うんですが、年々クオリティが上がってきていて、今では結構豪華なゲストとかが、ほぼ毎回のように出演してますからね。いや、すごいなと思いました。はい、そんな感じですね。で、あとはプレゼントっていうところで、カプコン TV さんがですね、このような形で、またまたツイートをされておりました。で、こちらに関しましては、サンブレイクのアミーボですね、特別カラープラチナ、こちらが抽選で3名様に当たると。見た目がですね異なってはいますが、ただそのゲーム内でアミーボで使えると思うんですが、ただそこの使用用途であったりとか効果っていうのは全く同じ内容となってます。ですので見た目がですねプラチナでかなり珍しいと、そういった形になります。で右の方のツイートも同様ですね、メタリックレッドとプラチナ両方あるみたいな感じかな。でメタリックレッドに関しては1名様、
そしてプラチナに関しても1名様っていうところで、相当こちらかなり珍しい内容となっておりますが、ただまあ応募方法としましては非常に簡単ですね。カプコン TV をフォロー、そしてキャンペーンツイートリツイートだけですので、相当楽なのかなっていうところで、右の方に関してはカプコン TV をつけて投稿する必要があるんですが、それぐらいかな。まあとりあえずこういった形でカプコン TV さんもですね、ツイートしてくださっておりますので、もし気になる方はですね、こちら各自でご確認していただければと思います。よろしくお願いします。いやけどカプコン TV 本当にすごいよな。3時間ってもう本当になんかテレビ番組みたいな感じですよね。レベルが高すぎるわ。まあちょうどお盆っていうことであったりとか、あと学生の夏休みっていう側面もあってですね、まあ視聴者参加型のイベントとかもかなり盛り上がりを見せておりました。まあ視聴者参加型のイベントをね、開催してくれるっていうのがすごいよね。公式さんがわざわざやってくれてるわけだからさ、なかなか他のゲームだとないよね。まあ人気のゲームってさ、たくさんありますが、ただこういった大規模な視聴者参加型のイベントをしかも定期的にやってくれるってなかなかないんで、まあそういった意味だと本当にカプコンさんの姿勢っていうのは神対応だなと改めて感じましたね。まあそんな感じですかね。まあとりあえず今回のカプコン TV に関しては公式から事前告知で新情報はありませんって書かれておりましたが、ただ新情報は確かになかったんだけど、まあそれっぽい行動であったりとか、それっぽいニュアンスであったりとか、あとこれからのモンスターハンターについてであったりとか、なんかところどころですね、匂わせ的なところがございましたので、まあ3時間っていうね、かなり長い内容になっておりますので、辻元さんが喋ってるところだけでもいいので、ぜひ個人で確認をしておいた方がいいのかなと思いました。はい、まあそんな感じです。あとちょっと別件なんですけど、確か今日からあれなんだっけ、イベクエだっけな、多分動画出るの翌日になってくるので、8月18日になっていると思うんですよ。多分イベクエが、今日から開始になってるのかな。ちょっと動画出るタイミングがまだわかりませんが、もしかすると19に出てる可能性もありますけど、そう、イベクエがね、もうすぐ配信となっておりますので、また別途イベクエの動画とかも上げていければなと思っております。ですので、もしよろしければ、これを機会にチャンネル登録して、これからも、モンスターハンター関連の動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後に高評価もこのタイミングでポチッと押していただけると幸いです。じゃあまた次回の動画で。バイバイ。